ミュルーズ・マルハウゼン、アレマンゴ、ミッサ、アルザスゴ、ミルフォースは、フランス東部、ブラン、テスト地域圏のオーラン圏南部の都市。スイスとの国境及び、スイスの主要都市の一つであるバーゼルから近い。地名は、水車小屋を意味し、市の紋章も、水車の形のものである。名称の通り、近辺では水力に利用できる水資源に恵まれ、18世紀以降、 工業が発達した。なお、この頃より、第二次世界大戦の終結に至るまで、フランスとドイツの間で数度にわたり、領有権が移り変わることとなった。基本的には、工業都市であり、同じアルザスでもストラスブール、コルマールのような観光客の目を引きやすい見どころはない。しかし、染色織物博物館、国立自動車博物館、して、デュートランなど、 産業関連の博物館の集まる都市でもある。また、欧州物理学会の事務局のある上、アルザス大学がある。旧市庁舎は16世紀に建造された、バロック様式の建築で、外壁の奇抜な壁画で知られる。クリスマス市場中心商業築場アルザス大学のら、フォンデリエキャンパス路面電車期現前58年頃、ミュルーズが始まったと伝説が残っている。12世紀、 初めて記録に現れる。新生ローマ帝国の南アルザス軍のスンドガウの一部だった。1308年、帝国自由都市となる。1354年から1515 15年までの間、10都市同盟に加盟していた。1515 15年、ジュネーブ共和国党と共にスイスと同盟関係となった。1648年、ベスト・ファーレン条約によって、ミュールーズを除くスンドガウは、 フランスに併合された。ミュルーズは自由で独立したカルバン主義を保ち、ミュルーズ市共和国として知られていた。18世紀中盤、ケクランが復職、染め物、科学、機械工業を始めた。1798年1月4日、住民投票の結果、1月28日にフランスに編入され、以降はアルザス地方の貴族に従った。19世紀。 ミュルーズはフランスの繊維産業の中心地に成長した。1842年、アンドレ・ケクリンが鉄道設備を作り始めた。当時1800人がこの工場で働いており、フランスの6大機関車工場の一つだった。不仏戦争でプロイセンに敗北すると、ミュルーズはドイツ帝国のアルザスロレーヌ州に併合された。1872年、 ケクリンの会社はグラフェンスタデンアルザス工業と合併し、アルザス機械工業協会となった。1914年8月4日、第一次世界大戦でフランス軍がミュルーズを占領したが、8月6日のミュルーズの戦いでドイツ軍に追い払われた。戦後アルザスロレールはフランス軍に占拠され併合された。1940年、ナチスドイツのフランス侵攻によって、 ドイツに選挙された。1945年5月、終戦とともにフランス統治に戻った。ミュルーズはかつてフランスのマンチェスターと呼ばれた。綿花の産地であるアメリカのルイジアナ州ヤリバントとのつながりが強かった。ありがとうございます。